桜姫等文章とは、歌舞伎の演目で、清春桜姫もの及び墨田川ものの一つ。七幕九馬、四代目、鶴屋南北北作。文化十四年三月、江戸河原崎座にて初演。月岡義俊清春堕落の図修行像清春は、千子白木くまると真珠を図るが、生き残ってしまう。十七年後に話は飛ぶ。 吉だけの即女桜姫は美貌ながらも生まれつき、左手が開かない障害を持っている。そこへ、父と弟梅若丸が殺害され、家宝、宮都鳥の一貫の盗難と不幸が重なり、悲しみのあまりよう儚なんで出家しようと、新清水にやってきたのであった。織しも居合わせた、高僧清春坊は、姫を不憫に思い念仏を唱えると、姫の左手が開き、孔箱が現れる。 そこには、清春と書かれてあった。それを見た清春は十七年前のことを思い出し、香箱は、白菊丸の形見の品、すなわち姫こそ死んだ恋人の生まれ変わりであることを知り、愕然とする。皆が去った後、宮小鳥の一貫を狙う。悪五郎は、姫の手が開いたことを知り仲間の釣金ゴンスケに、縁組を求める縁書をことづける。 出家の準備のため草案にいる桜姫のもとに、釣り金ゴンスケが炎症を持って、出家をとどまらせに来る。ゴンスケは落とし話を演じて姫や腰元たちを笑わせるうち、二の腕の釣り金の入れ墨を見せてしまう。姫は途端に態度を変え、腰元たちを下がらせて、ゴンスケに告白する。実は一年前屋敷に忍び込んで自分を合姦した男こそがゴンスケなのであった。 証拠が、二の腕の釣り金の入れ墨。姫はその時の快感が忘れられず、自身も二の腕に同じ入れ墨を掘っていた。織助とお姫様、どんな夫婦だ。とゴンスケは姫に迫り二人は失火と抱擁し合いを確かめ合う。だが、薬草の残月に見とがめられ、ゴンスケは逃走。悪五郎も駆けつけ大騒ぎとなる。そして姫の持っていた九段の香箱から、相手は、 清春と決めつけられるが、なぜか清春は一切弁明せず商用と女盆の免罪を認める。処罰され追放された桜姫と清春が互いの境遇を悲しんでいる。ゴンスケとの間にできた不義の行為だき桜姫は今後の不安を述べる。清春は因果の恐ろしさに心から姫の力になることを誓い、夫婦になろうと迫る。当惑する姫。 そこへ悪五郎が出て、自分の館に拉致せんと、混乱の中桜姫は逃げ去る。それから数日が経った。なおも、桜姫への思いが立ちがたい清春は、雨のそぼ降る中、赤子を抱いて姫を探し求め、見巡り神社の鳥居前まで来る。そこへ冷落した、桜姫も破れ傘をさしてさまよい出る。だが暗闇で互いに確認できない。 清春が炊いた日でようように二人は近づくが雨で、日は消え、二人は相手を確かめられぬまま別れてしまう。桜姫に恋い焦がれるあまり清春は病に倒れ、これまたにお盆の罪で寺を追い出された残月と姫の、腰元長浦が同棲する汚らしい暗室に体を横たえている。そこへ、近在の富野と有明の千太郎の女房、葛鹿のお重が死んだこの以降に来る。 花の舌を伸ばす残月に嫉妬する長浦。二人が争う物音に桜姫の子が泣き、皆赤子の養育に頭を抱える。だがおじゅうは男気を見せて赤子を引き取り家に帰る。これで後腐れがなくなったと残月と長浦は青と影の毒薬を清春に無理やり飲ませようと殴り殺す。二人は墓掘りとなっていたゴンスケを呼び墓を掘らせる。 その後一階に連れて来られたのが桜姫。驚く残月であったがまたしても浮気の虫が動き出し姫に言い寄る。そこを外から覗いていたゴンスケに見つかり残月と長浦は追い出され、桜姫はゴンスケと再会を喜ぶ。積もる話もはべらばこそ、ゴンスケは姫の身の振り方を決めようと小塚っぱらの女郎屋に出かける。不安げにいる素番をする桜姫。 やがて雷雨となり、落雷の衝撃で、清春が蘇生する。だが闇を衰えさっきの毒が顔にかかり、頬が焼けただれた、醜い姿。恐怖のあまり立ちすくむ姫に清春は真実を話し、共に死のうと迫る。争うはずみに清春は、自分が持っていた出馬包丁で喉をついて死ぬ。そこへ、ゴンスケが帰ってくるが、彼の顔も、清春と同じく頬がただれていた。ゴンスケは、 大家となって、裕福な暮らしをしているが、ゆえあって、自身の不義のこと知らず普段の赤子を預かる羽目となる。そこへ、桜姫が、小遣っぱらの女郎屋から戻ってくる。二の腕の入れ墨から、風林を姫の異名を取り人気者であったが、清春の亡霊が取り付いて、大騒ぎとなりやむなく休業となったという。ゴンスキは寄り合いに出かけ桜姫カズトとなる。 そこへ清春の亡霊が現れ、清春とゴンスケは実の兄弟であること。そばにいる赤子が稲瀬川で生き別れた子であることを告げる。因果の恐ろしさに驚く桜姫。そこへ帰ってきたゴンスケは、酔いも手伝って、自分は盗賊の忍の僧だであり、吉田家当主を殺害して、宮小鳥の一貫を奪い、梅若丸をも殺害したことも白状する。桜姫は、 あだの血を引いた赤子を殺し寝込んだゴンスケも殺害する。三者祭りで賑わう戦争時雷門の前、父と梅若丸のあだを討ち、宮小鳥の一巻を奪い返した桜姫と松若、おう、あわず七郎らが集まり、大岩縁となる。清春の霊桜姫を、忍ぶ布の図、新型三十六回戦のうち、月岡義俊が、陽曲、墨田川の世界と、 清春桜姫物の,の世界、さらに、江ノ島の子が、淵伝説も取り入れて、内混ぜにしたお家総動物。初演時は、河原崎座がまだ若手の七代士、河目段十郎と、立尾山の五代目、岩井半四郎くらいしか主力スターが揃わない無人の状態であったが、南北は、その悪条件を逆手に取り、この二人にのみスポットを当てる筋立てに努め、前作の 隅田川花御所染めよりも内容の充実した作品となり、果たして大評判となった。早変わりや、濡れ場、階段に殺し場など、南北得意の大敗的な場面が続くが、特に桜姫が、切り見せ女郎、すなわち当時祭下級の女郎にまで転落し、お姫様の言葉遣いと、伝坊な言葉遣いを混ぜこぜにしたセリフを言うなど基地に、飛んだ思考が楽しめる。 これはこの芝居の初演される10年前に、品川で京都の久下出身と詐称する遊女がいた事件を取り入れたもの。ただし、天明三年上演の、ことぶき万歳蘇がにおいて、吉田家の即女花子姫が、よたかとなって、柳橋に現れるという場面があり、それもヒントになったのではないかと言われる。初演後長らく再演されなかったが、昭和2年初代。 中村吉右衛門が、川尻清さんの脚色により復活上演し、戦後も六代目、中村歌右衛門、四代目、中村弱右衛門、五代目、坂東玉三郎らによって、たびたび演じられる人気演目となっている。掘った上野島寺が淵の馬女幕新清水の場、桜谷総安の場二幕目稲瀬川の場三幕目、押上上木屋の場、 氷自閉打ちの場4幕目3過去5つの場5幕目岩淵安室の場6幕目山の宿町の場なおこの後さらに大切としてご節句の諸佐寺が演じられたありがとうございます